久保田俊信は、日本のシンガーソングライター、音楽プロデューサー。日本に R&B を紹介し、根付かせた人物。静岡県出身。身長170センチメートル、体重59キログラム。血液型大型。別名、愛称は、ファンキー久保田、久保ジャー、キングオブ、ジェイソウル、久保ヤン、久保利、久保田の兄貴など。 自他共に認めるファンキーな性格の持ち主である。既婚。1985年から日本の音楽界で初めてとなる完全な R&B を披露し、R&B を日本国内に認知させた。1998年以降に、宇多田,田光、ミーシャ、平井健、UA などの音楽が日本で流行する下地を作った。昭和歌謡から逸脱した J-POP というスタイルの、 登場にも寄与している。伊原郡蒲原町出身。静岡県立静岡商業高等学校。1985年、駒沢大学経済学部経済学科卒業。笑っていいとも。2発登場した際に、久保田が語ったところによれば、一家揃ってファンキーなキャラクターで、聖火店の店主である父親は、客が来ると、フィンガーチップスを鳴らしながら、らっしゃいと言っていたという。 少年時代は野球少年で元日本ハムファイターズの広瀬哲郎は中学時代の2年先輩チームメイトだったその後広瀬と同じ駒沢大学に進学し大学でも先輩後輩の関係となった広瀬の入団以来ファイターズを応援し続けている幼少時代からプロ野球選手を志していたため高校時代まで野球に勤しみ いわゆる球児だったが、高校の野球部でレギュラーになれなかったため、プロ野球選手の夢を諦めた過去がある。2013年7月に小林克也のラジオにゲスト出演した際、自身の音楽の原点は、中学時代から高校時代にかけて毎日聴いていたスティービー・ワンダーで現在でもリスペクトしていると語っている。幼少の頃から、 R&B やソウル音楽などのブラックミュージックに傾倒していた一方、姉二人の影響で沢田賢治なども頻繁に聴いていたという。県立静岡商業高校では商業高校ということもあって在学中に募気検定などの資格も取得した。駒沢大学では K 音楽ブロック研究会に属し、そこで出会った羽田一郎とアマチュアバンドホティントッツを結成。 1982年、ヤマハ主催のコンテスト、イーストウエスト82に出演し、ベストボーカリスト賞を受賞。頻繁に髪型を変える。大学のゼミは、アフリカ研究会に所属。好きな音楽のルーツがアフリカだったため、アフリカ三昧で楽しかったという。卒論も、アフリカの音楽をテーマにした。大学を卒業後、音楽プロデューサーとして、 キティミュージックとの作家契約で音楽業界に入り、1980年代には20代前半という若さで多くの歌手、アイドルに楽曲を提供。主な相手としては、田原俊彦、中山美穂、小泉京子、鈴木正幸、グウィンコ、小木の目洋子、吉本美代子、小山水城、トンネルズ、バブルガムブラザーズ、 特に田原には1985年から1993年までの間に多くの楽曲を提供している。1990年代に入ってからも、清水美恵、西田光、森高千里、時を、高橋真理子などに楽曲提供。2000年以降もケミストリー、ミーシャ、イッサ、山田優などに提供している。 2004年、ノルウェーの外資系企業に勤める11歳年下の女性と入籍。同年12月、第一種となる男児が誕生した。好きな食べ物は、エビフライ、担タン麺タ以外のラーメン、シャウエッセン。特にラーメンは、久保田の実家の近所にある食堂、カンバラ館のラーメンがお気に入り。また、西麻布の百貨店にある惣菜店の焼きそばも大変、気に入っている。 嫌いな食べ物は柿とセロリで柿については本人曰く柿は柔らかくても硬くても食えないとのことである。また20代の頃から体重は 50kg 台後半から 61kg 程度を維持しており出前は好きなものを食べているが玄米を主食にし体重を維持している。久保田の作品はテレビドラマへの寄与が多く特に 富士テレビ系列への起用が目立っている。なお、テレビ、東京系列の番組に、久保田の楽曲が起用されたことは、長らくなかったが、2020年1月期のテレビ、東京系列のテレビドラマで、初の起用となった。デビュー当時には日本ではまだ市民権を得ていなかった、ブラックミュージックを浸透させるのに一役買った、功績は大きく、現在も、国内外で、 R&B シンガーとして活動している。ブラックミュージックということで、久保田自身の音楽スタイルは、シティポップスやニューミュージックの観点から山下達郎、大沢義行、吉田美奈子、佐野本春、井上洋水、今和の木義郎、キングトーンズ、松藤谷由美、門松俊樹、稲垣淳一、小田和正さらによって確立されたジャンルであるが、まだ歌謡曲的であった。 ボーカルスタイル、リズム感、ソングライティングなどの部分で、ブラックミュージックに大きく影響を受け、また、それを自身の音楽性の基盤とし、さらに、セールス的にも大成功を収めたのは、彼以前にはいなかったと言っても過言ではなく、そのことから彼自身は、ブラックミュージックのパイオニアとも称されている。日本の音楽シーンにおいて、ソウルフルな歌声と、裏パックを基本とする。 グルービーナリズムは彼のデビュー以来多数出現している。バックトラックはコンピュータへの打ち込みを基本とし、デビューアルバムからデジタルレコーディングが用いられている。1980年代今つから DAW の元祖であるシンクラビアも使い始めた。シンクラビアは1980年代では1億円以上の価格で販売された最高級の機材で、他に小室哲也、 スティービー・ワンダー、マイケル・ジャクソン、フランク・ザッパをはじめとしたミュージシャンも用いていた。2015年12月に松尾清のメローな夜に出演した際、楽曲制作でマービンへの影響を大きく受けていると話している。トンネルズの二人とは、1987年にフジテレビ系夜のヒットスタジオデラックスで共演して、以来の中で、 彼らの冠無理番組にはよくゲスト出演する。石井達也は1988年のツアーパンフレットでインタビューを寄せていたり、デビュー前には同じライブハウスで共演もしていた。米米クラブではタイムシャワーに打たれてのパロディ曲、ライスシャワーを歌っている。1990年の野外イベントで米米とクボタが出演した際、先に登場した米米がライスシャワーを歌った。 その後、本家の久保田が登場した時の一曲目が、タイムシャワーに打たれてだった。米倉力とは、ギフトというアルバムで、彼が久保田の楽曲をカバーした際、久保田が絶賛したことがきっかけで付き合いが始まる。同じ事務所の面々で、バーで飲んでいた際、偶然にも、山下達郎がいたので、久保田が事務所の後輩である森大輔を山下に紹介した。その時、 山下にあまりにもファッションが若いもんだから、久保田君に似てる人かと思ったと言われた。ミュージックソウルチャイルドが来日した際、客席にいた久保田は、ステージ上から彼に呼ばれ、サプライズゲストとして出演した。平井健については、何度か久保田が平井のレコーディングに、プロデューサーとして参加したことがあり、平井自身も久保田のファンだったこともあって、付き合いがした後、 2012年には音楽雑誌の紙面上において、久保田、平井と対談している。松藤屋正隆とは、1986年に小泉京子のアルバム、京子の清く楽しく、美しくに楽曲提供をした際、そのアレンジをしていたのがきっかけで知り合った。1991年には松藤屋由美のアルバム、ドーンパープルにコーラスでゲスト参加している。 デビューアルバムのレコーディングには、竹部里志らユーミンクルーと中村明ら,ら山下達郎クルーが参加しており、レコーディングスタジオにスマイルガレージも入っている。富樫明夫とは、1989年の仙台市での野外ライブイベント JT スーパーサウンドで、バブルガムブラザーズ、アマゾンズラと共に共演している。作家の山田恵美のエッセイに、しばしば、久保田くんとして登場する。 その後、山田英美の短編小説と久保田の裏ベスト版をコラボレーションし、リリース。1996年にリリースの l a l a l a ラブソングでは、ナオミ・ギャンベルとコラボレーションしているが、これはニューヨークでたまたま同じアパートに住んでいて、息統合して曲へのコラボレーションを頼んだと言っていた。日本テレビ、アナザースカイにて、山田優が、 ワシントンスクエアパークを訪れると、公園の真ん中で歌って踊ったことがあると話した。そこに、久保田俊信がたまたま通り声をかけた。2006年のライブツアーの代々木公園の会場には、岡村隆史、飯島直子、ゴスペラーズの黒沢香る、高木ブー、ケミストリーの道地に吉国、仲間幸恵、オセロの中島智子、平井健、山田恵美、クレバ、島谷ひとみ。 天海優希、加藤チャラが来ていた。2010年4月2日に札幌ドームで行われた、プロ野球、北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズの試合の始球式に登板。野球が大好きで、過去には、北海道日本ハムファイターズを応援する曲、ファンキー、ファイターズという曲を制作した経緯がある。柿崎陽一郎とは、1986年に、 久保田のバックバンド、マザー・アースのメンバーに加入して以来、アレンジャー、キーボード奏者として切っても切れないほどの長年の付き合い。マザー・アースには、他に、羽田一郎、杉山拓夫、中村喜太郎、中島おばお、G の秋山が参加していた。初期には、江口忍、安倍薫、竹部里氏も参加。中島おばおとは、学生時代にバイトをしていた世田谷区の楽器店での、 同僚であった。それ以来の長年の付き合いだと、ブルーノート東京でのボッサラバー・アッツ・ロック・ナイトの MC で語った。後に、衆議院議員となる宮内秀樹とは、大学時代に同じ下宿で、隣同士の部屋に住んでいた中で、しばしば一緒に酒を飲んだり、金を借りたりしていた。シンガーソングライターの有利とは、アメリカで活動を行っていた彼女を発掘し、 彼女の才能をアジアで最高の女性シンガーと絶賛し日本に紹介した。ライブツアーやレコーディングに参加させている。音楽プロデューサーの松尾清人は、久保田がデビューする前のライター時代から交流があり、同志は久保田との出会いをきっかけに90年代半ばから音楽制作に携わるようになった。 同志のラジオ番組 NHKFM、松尾清のメローな夜にもたびたびゲスト出演している。オリジナルアルバムミニアルバム1枚目のみ8、CMCD、2枚目以降は 12CMCD で発売。現代の基準でマキシシングルと呼ばれるものに当たるが、発売当時3曲以上収録版はミニアルバムと呼ばれ集計されることが多く、公式サイトでは アルバムとして分類なお、現在は、初回生産限定版での製造特性により4枚目を除き廃盤。ベストアルバムその他のアルバムとキー以外は作曲提供。ありがとうございます。